長岡久しぶり、はあ、やっぱりこれだけ声援があるってことは嬉しいですね。はあ、力になりました。ありがとうございます。新潟ではかなり無類の強さを発揮しているようにも思えるんですけど、ああそうなの？やっぱり N1 の前に長岡があって、うん、これっていうのはかなり追い風になりました。そうですね、まあ新潟特別力をいただける、なんだろう、聖地俺にとってはいい場所ですし、まあ、今回ね N1 ウィークリー2023公式戦が新潟ではない、はあ、部分あるんでね、その分も本当にまあ新潟だけじゃなくて各地でも、N1 で、はあ、いけないところもあるけども、はあ、近くに来た時は本当に少しね足を伸ばしてもらって、こうやってプロレスリングノアの会場の空気、試合の空気、戦いの空気を、うん、肌、視覚、聴覚、全ての感覚をフルに使ってもらって感じていただければと思います。はい、今日も健吾選手とかなり激しくやり合って、うん、まあ、健吾選手は決勝に上がってこいというふうに言ってました。あれ、なんか誰にでも言ってない？で、まあ、この前負けているかなっていう、まあでも、この間ね、剣王から取った、まあ、でもタッグでも取ったっていうのはあるけども、まあ、またシングルマッチは別の、また気持ちを、盛り上げて、気持ちを入れ替えて、臨まないとね、勝てない戦いが続くんで、B ブロック、楽しみな選手ばかり。N1 ビクトリー2023、N1 というね名前にふさわしい戦いを見せつけてやりますよ。うん、分かりました。はい、ありがとうございました。はあ、はあ、はあ、おい、剣王、いい蹴りしてんじゃん。おい、おい、でもな、俺には全然聞いてねえぞ。なんでかわかるかよ、おい。俺が、ノアジュニアの顔だからだ。どうだい、グッドルッキングだろ、俺ら。特に、ジャック・モリス。スーパーグッドルッキングガイだ。スーパー今日だってジャックが決めた。ジャックはどんどん自身の能力、価値を上げてきている。多分 N1 もしかしたら、いや俺と同じグループか、セングループいや、いい試合をしよう。そういうことで、time after time I just keep proving to Noah exactly why I'm winning this year's N1 victory tournament. So whoever it is, I don't care who steps in the foot and across from me in the A block, just know that the Samoan dynasty runs wrestling. ああ、吠えとけよ。ガッ、タック2回目、まあ、ほんまにあのリング上以上にほんまにめちゃくちゃヒロキさんと組んでてやりやすいし、うん、俺はもうめちゃくちゃ可能性感じますよ。でも俺たちも、こんなとこで満足してられへんから、最低でもよ、このタッグトーナメント絶対に優勝しましょう。最低でも絶対に優勝しましょう。今しかない。ノアがお届けする灼熱の夏休み。
プレゼンツ N1 ビクトリー2023。 A ブロック8人、 B ブロック8人、それぞれがシングルマッチの総当たり戦を行う。そしてトップの両者が9月3日エディオンアリーナ大阪第一競技場で激突、最強を決める全対戦カード。開幕戦8月6日横浜武道館。注目カードは A ブロックジェイクリー VS ティモシー・サッチャー、 B ブロック中島克彦 VS 曽谷学。これらを含む公式戦は A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月9日、10日、11日は東京後楽園ホール怒涛の3連戦。まずは8月9日、注目カードは A ブロック、ジェイク・リー VS 吉岡優輝、B ブロック塩崎ゴー VS 安西優馬。公式戦は A ブロック3試合、 B ブロック4試合。8月10日 A ブロック剣王 VS 稲村良樹、 B ブロックサクソン・ハックスリー VS ランス・アノアイ。A ブロック4試合、 B ブロック3試合。8月11日 A ブロックマサ・キタミヤ VS 稲村ヨシキ、 B ブロック塩崎ゴー VS リホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。N1 が下の大地に初上陸。8月19日20日の2連戦、シャトレーゼガトーキングダム札幌。まずは8月19日 A ブロック、アダム・ブルックス VS 吉岡優輝、 B ブロック中島克彦 VS 安西優馬。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月20日 A ブロック、ジェイク・リー VS ジャック・モリス、 B ブロック曽谷学 VS ランス・アノアイ。A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月26日は仙台ピット A ブロック、剣王 VS マサ・キタミヤ、 B ブロック塩崎ゴー VS 曽谷学。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月27日はいよいよブロック最終戦、カルッツ川崎。 A ブロック、ジェイク・リー VS 剣王、 B ブロック塩崎ゴー VS 中島克彦、 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。そして9月3日は優勝決定戦、エディオンアリーナ大阪第一競技場。 A ブロック1位と B ブロック1位が激突、ノアの頂点が決まる。灼熱の夏を制するのは果たして誰だ。